作館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の酒館です。今回紹介するのは1996年に NEC インターチャネルが PCFX 向けに発売した天地無量両王機 FX です。で、こうかな、こうで、こうで、こんな感じになってます。で、表面、まあ天地無量のキャラがいて PCFX と NEC のロゴがあって、まあ、天地無量の、まあ、ロゴですねという作りで、まあ側面もね、いいかな。で、裏面、豪華絢爛2本立て、まあ説明があって、なんか2個分かれて書かれてて、まあ画面写真4枚とキャラクターイメージですね。 OVA、テレビ、そして劇場映画と人気大爆発の天地無用が PCFX に登場。 PC エンジン版リメイク白亜開口と新作清音宝具の2編を収録した CD2枚組。今度の天地は2倍楽しいぞってことで、まあ PC エンジンのリメイクが入ってのとオリジナルがあるから、まあ2個収録してて、しかも CD が2枚入ってて 2倍楽しいぞっていう、ね、2倍推しですね。で、まず白亜開口っていうのは大人気作 PC エンジン版天地無用両王機をリメイク。グラフィックはセルガ取り込みでより美しく、喋りはさらに増えてより賑やかに。エンジン版を楽しんだ人ももう一度遊んでねってありますね。で、まあこれがその画面なんでしょうね。で、もう片方が清音宝具、待望の新作は白亜開口の後日談、アンコール登場の白亜に加え清音が初お目見え、ミサト、ハクア、キヨネ、ギャラクシーポリス3人娘の活躍クエスチョンは必見ってことで、まあなんか今風に行くと、こっちがまあ本編でこっちがおまけっていうか、なんかね、こうファンディスク的な感じな扱いのに見えますよね。でもちょっとね、不思議なのはね、こう PC エンジン版って言ってるのに最後エンジン版って言ってることをね、文字数足りなかったのかな、入らなかったのかな、悔しいですね。井上作家でした。